俺たちの武道館2。こちらの番組は今年1年の、ノアがどういったものだったか、そして、今年から立ち上がったノアザホームの収支報告や 1.1 日本武道館を楽しみ尽くすポイントなどをノアの若手選手と一緒に皆様にお伝えしていく番組となっております。去年に引き続き実はこちらの番組続投となりましたが、はい、去年出た人手を挙げてください。はい、ありがとうございます。藤原さんがこうみんなですね、はい、あれほぼ、はい、初めてです。初めましてですね、はい、お願いします。矢野選手は去年ね、武道館で見どころは何ですかって聞いたら自分を見てほしい、自分で、はい、うん、今年もどうですかね、全体を見てほしいですね。おちょっとまた変わりましたね。じゃあその辺の話は後半でちょっとゆっくりね、はい、見ていきたいと思います。で皆様今年の1年間ね、一体どういう年だったかっていうのを漢字一文字で書いていただいております。ではちょっと一斉に見せてください。せーの、ドン。はい、あ、みんな違いますね、バラバラですね。じゃあ矢野選手からね。僕は進む、進化の進ですかね。今年1年自分的にいろいろ進化できたと思ってるんで、でこの漢字を僕は選びました。一番進化したなんか印象に残ることとかありますか？は試合でやっぱ勝つことができたのが一番の、うん、大金星ですよね。はい、その後アピールもねちょっとするようになったりとか。そうですね、熊本で勝って福岡でコロナ登って、あ、おのぼりさんだなと思って登ってきてるってそういうことじゃないですか。一生がねかなりこう、そうですね、左右するものがあるし、でかかったですね。武道館ってどこまで、うん、コーナー登っちゃうのか、いやいや2階席行っちゃうかもしれない。いやそこはもうぜひ、はい、どこに登るのか、もうぜひ武道館に来て確かめてください。藤原選手は、はい、変、変、まあ、変わる、変化の変ですね、うん、今年丸1年参戦させていただいたんですけど、うん、もう本当に去年は指で数えれるぐらいしか試合しない中で、今年はいろんなところで試合させていただいて、やっぱりそういう中で試合に対する気持ちとかも変わってきましたし、試合で出す技も変わってきましたし、本当に自分にとって変われた年だなって今年は思いました。そして岡田選手は蹴る、今までなんかいろんなことしようとしてたのを、キックを自分の中でもっと柱にしないとなと思って変えてきたんで、蹴ることを、まあ、軸にこういろいろとトレーニングしたりとか、はい、でも先日のあの後楽園ホールで杉浦選手に蹴り込んでる姿とかはすごくダメージを与える蹴りの、まあ、自分の中でもその蹴りの練習を前より全然増やしたりもしたんで、うんうん、自分の武器は蹴りだって言えるようにちょっと蹴りを頑張ろうと思った1年でした。おー、なるほど、分かりました。さあそして最後ですね、稲村選手です。はい、まあ悔しい、悔しい、ね、はい、今年の後半に集約されてますけど、怪我したんで、しかもゼロワンさんの火祭りのあと1勝すれば決勝に行ける、して戦いたかった田中将人選手、それを追いかけていった火祭りにもかかわらずその前で怪我をしてしまった、もうこの悔しさしかないですね。体重があった分前半の治りが遅かったというか、もしかしたら年内無理かもって話もあったんですけど、後半の伸びが半端なかったみたいで驚異的な回復を見せまして、復帰することができて今回武道館出れることになって、まあ、そこは嬉しいですけど、うん、やっぱり1年通して後半の悔しさ後悔っていうのが大きいですね。この言葉をバネに来年はねまた違う言葉に変わるといいということで、はい、では続いて次のコーナーに行ってみたいと思います。ノアザホームスパチャ報告。コロナ禍で試合数が減ってというね、そういった試合経験をねより積んだ方がいい若手選手を中心に、実況なし、解説なし、入場なしというね、ボカーンで始まってバッと試合をするというかなりシンプルなスタイルなんですが、ノア道場でそちらをですねやっていただいたものを定期的に放送するといった企画がございます。で視聴者の皆様からのスーパーチャット、まあ、いわゆる投げ銭というねものがございます。でこちらコメントにこうちょっとね投げ銭を金額を決定して、まあ、送ることができるんですけれども、まあ、こちらがですねこのノアザホームの幕になったりとか
時にお肉になったりとか割とこう直接的にこう応援が直結してるっていうのが実感できる画期的な企画で、まあ、これまでにねもちろんノアにはなかった試みというので、大変好評を得てる企画なんですが、ノアザホームいかがですかね。やってて一番出演数多いのは、試合数多いのは矢野選手と、まあ、僕もじゃないですか、うん、はい、矢野選手いかがですか。やっててやっぱ試合数が増えた、まあ、道場マッチでいろんなことに挑戦できますね、うんうん、後楽園ではやっぱお客さんの目もあって、これやろうかなと思ってもやっぱいつも通りの動きになってしまうんですけど、うん、道場マッチだと違った意味で気楽にチャレンジしやすい、ね、はい、藤村選手いかがでしょうか。お客さんの反応がないとか、うんうん、観客席がないっていう部分でやっぱりもう試合だけに集中した環境で試合してるので、うん、自分のできることを、まあ、最大限するんですけど、その後にまたその YouTube 配信で自分がまた見てそれで勉強できるのですごく経験になりました。なるほど、はい、なるほど。岡田選手スーパーチャットは見たりしてますか。ちょっとまあ見てますね、まあ、でもなんかリアルはね結構そのリアルタイムは試合一番見たくて、もちろんそうです、う試合だけ見てから、うん、後からコメントで、ああこんなこと言われてるんだな、とか、あ応援されてるなみたいな、うんうんうん、なるほど。稲村選手はそんなに回数は多くなかったかもしれないですけど、はい、普通の試合では当たらないジュニアの選手とか、確かに当たることあって、なかなかのカード組んでる時ありますよ ね、 そうですね。復帰して一発目が久しぶりに岡田とシングル。でも復帰後の最後は原田さんと初シングルっていうまさかの。まさかの、はい、いやそれだって有観客でやってもねなかなかいいカードなのに。いやしかもパッて映ったら僕と原田さんが。あ、そうです、そうです。カーンって始まる、はい、お客さんもびっくりしたと思いますよねそれをまたこう無料でね見られるっていうのは非常にいいので、あのもし見たことがない方はですね、ぜひ本当に第7シーズンも、ね、あるんでしょうから、はい、ぜひ見てね、あのチャット送ってください。でスーパーチャットがですね割とボンボン入っているのを見ておりまして、 いくらいただいたのかっていうご報告はしなきゃいけないかなと思いまして、スーパーチャットの総額をこちらで発表したいと思います。第1シーズンから第6シーズンまで。当然僕らも知らないです。そうなんです。でちなみにちょっと皆さんで4人でちょっと協力して考えていただいて、はあ、1の位までぴったり当たったら、あのノアさんかサイバーエージェントのさんから100万円を勝手に渡します。絶対当たらないだろうっていう。100万円釣りますね。じゃあ矢野書いてくれ。え、お、出ました。できました、はい、じゃあ発表してください。じゃん、23万2600円です。はい、ありがとうございます。600円チャットありますからね。600円チャットありますからね、はい、じゃあ答えを発表したいと思います、はい、52万858円だそうです。ありがとうございます。カメラもう一回止まっていい。ありがとうございます。これ実際に道場にこう旗というかフラッグがかかってて、はいはい、あと他にこういうの使いましたとかは。肉と旗だけじゃ全然ないですからね。道場がもう新たなマシンがどんどん登場されてツイッターであった発表されたと思うんですけど、はい、ケーブルマシンというかなり良いマシン、はい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 、買わせていただきました。あ、ありがとうございます。なので本当に直結してます、皆さんのスーパーチャットが、はい、なのでね、第7シーズンもぜひあると思いますのでね、はい、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。なんか最後にね、一番先輩の稲村選手、ノアザホームいつもご視聴そしてスーパーチャットありがとうございます。僕らもですね、その試合リアルの時は試合に集中して見てるかもしれないですけど、その後コメントとかしっかり見てますので、これからも応援、ご視聴、スーパーチャットよろしくお願いします。お願いします。お願いします。では次のコーナーね、もういっぱいいっぱいお話しすることがあります、はい、1.1 日本武道館を楽しみ尽くせ。試合のことはね、もちろんあの後半に触れていくんですけれども、試合だけじゃない楽しみ尽くすポイントをですね、皆さんと一緒にこう試しながらお届けしてまいりたいと思います。皆さんおなじみかと思いますが、ノアコーデですね。はい、ノアコーデ、はい、はい、ノアコーデとは今声が出せない観戦スタイルとなってしまいまして、まあ、その中でも選手お客様がこう一体感を感じながら観戦してもらうにはどうしたらいいかということから生まれた企画になってます。ルールはすごく簡単で、ノアグッズであれば何でも OK なので、うん、今日のね本日の皆さんもうすでにノアコーデになっております。ノアコーデです、うん、
ノアコーデ MVP もいるんで今日は。あ、そうだ。僕、はい。先日のねノアコーデの番組で、はい、はい、MVP を取ったりとかもしてるね。いただきました。あの実際に自分の私服と合わせてねちょっとおしゃれにしてもらったりとか、はい、SNS の際はハッシュタグノアコーデというのをつけて、うん、みんなやっていただいてるんですけども、実際に皆さんはこうリングからお客さんのノアコーデっていうのが見えるのかなっていう。もちろん見えますね、うんうんうん、こう昔の T シャツとかも着ていらっしゃる方とか。あ、いますね、いますね、はい、だからあなんか珍しい T シャツ着てる。あ、もう前のだなとかもう分かるぐらい、はい、そうですね、結構余裕あるんですね。あ、いや、セコンドとかついてる。試合中はさすがに。そうですね、セコンドの時は確かに目に入る。そうですね。矢野選手いかがですか、ノアコーデ。コール受けるときにリングをちょっと一周回るんですけど、うん、たくさんノアコーデしてくれてるとか、あのペンライトですかね、うんうんうん、が自分の色でやってくれてると、あ、応援されてる、頑張らないといけないっていう。嬉しい。よく見るためにコーナーの持ってるんじゃないですか。あ、そうです。なんか自分のもやってほしいですよね、お子さんとかに。僕のやつ着てたらなんか水着とかでできそうですよね。すく水です。すく水でやるっていう。僕はいましたよ。あ、いました。僕のそのコスチュームをなんか作って私服にしてなんか入ってツイートされてた人はいたんで。すごいです。ハッシュタグはやっぱ追いやすいです、ね、はい、じゃあ、はい、ぜひハッシュタグつけてやってみてください。お願いします。お願いします。さあ、そしてノアの観戦といえば皆さんお手元にいかがでしょうか、はい、出してみてください。こちらサイリウムです。でこちらが一番最新バージョンのノアロゴバージョンのサイリウムとなっております。プロレスリングノアではサイリウムでの観戦も OK です。で入場と退場時のみですね、あの点灯して振っていただきます。ちなみにこうご自身のカラーはっきりしてる方ってこの中でいくと矢野選手。僕何どれ。僕は青色ですね。青いっぱいあるよ。この青んこれですね。これが濃い青が矢野選手のカラーなんですが、ちょっと、まあ、大体コスチュームから想像してたりするけど、藤村選手と岡田選手と稲村選手ってちょっとなかなか色を特定しづらいので、もうこの際ご本人から決めていただくのはいかがだろうかと。自由に。藤村選手何かあります、この色は。ここはですね、やっぱ今もうシンプルなショートタイツの黒のショートタイツで、やっぱ一番映えそうなのが白かな。なるほど。そうですね、白。岡田選手はコスチューム迷彩なんで、新たな配色のバージョン2も出るんじゃないかっていうことも。あ、匂わせつつ薄い紫的な。これで薄い紫、赤の次の赤の次の薄い紫でお願いします。さあ、稲村選手は。僕は復帰してからずっとこのファイヤーパターンの T シャツ着て入場してるんで、はい、今のロゴに近い緑はこれかなと思います。はい、濃い緑ですね。ぜひ今後はね、こちらの色でやってみてください。お願いします。あの、私今から選手の名前を出しますので、いち早くそのおそらくこの色だろうというテーマカラーに変えていただいて、その選手が分かるようなポーズをした人。矢野ポーズ決めてじゃん、うん、ポーズ。あ、じゃあ矢野、そうですよ、矢野くんは今ポーズ決まって。じゃあこのグッドポーズで。あ、グッドポーズ好きだなそれ。よく見るわツイッターで。ツイッターで大体もうこのワンピース見て寝ますってツイートするときじゃあちょっと手始めに分かりやすいところ行きましょうか。清宮選手。あ、お、あ、はい、これですかね。あ、いいですね、正解です。これでしょ。いや、だいぶ前のです。それだいぶ前のです。これあの今年のカレンダーの矢野選手早い、いいですね。まだまだですね、はい、いいですね。そんな感じ でもそうか、この色か。じゃあいきますよ、次小峠選手。あ、あ、いいです。あ、ちょっと待って、これピンクで合ってる。どっちのピンクだ。稲村選手が早かったかな。じゃあもう一人いきましょうかね。次いきますよ、矢野選手。お、はい。あ、そこめっちゃ顔いいですね。顔がほぼ同時でした、ね。じゃあ最後ですね。健王選手。いやもう。それピンクでしょ。え、これ赤じゃない。これ赤ですね。これオレンジ。あ、赤かな。これか。あ、そうです。じゃあ最後皆さんで健王ポーズしますね。はい、という感じでね、サイリウムはあのお家でもこういう感じでね、遊んだりとか、まあ、トレーニングしていただいて、はい、じゃあサイリウムでも遊んでみてください。はい。